テリー土屋の車の話、今日はですね番外編ということで、皆さん今日は新型 RX の発表会に来ておりますと、まあ、今日ねこの時点だとまだどこにもね発表されてないということで、今日は特別にお邪魔させていただいております。そしてねなんとこの後ろにはもう新型 RX がですねあるということで、早速ね車の方を見ていきたいと思います。早速ね行ってみたいと思いますけれど、まずねこのフロントのねスタイリングがだいぶ変わったなっていう印象がありますよね。このレクサスってこのスピンドルグリルっていうのが一番ねデザインとして特徴あったと思うんですけど、まあ、それをまあ先ほどね特徴にもあったんですけど、スピンドルボディにしたということで、まあね、このボディ全体でねレクサスの新しいデザインを、していくというような形で話を聞いておりました。こうやって見てみるとねかなり精悍な顔つきになったなっていうような印象があってですね、個人的にはこのライトの雰囲気とかっていうのが非常にお気に入りかなと、かっこいいなというふうに思ってます。はい、というわけで、ね、ちょっとね全体を見ていきましょうか。こうやって見るとかなりねちょっと全体的に車高がね低くなったかのように見えるんですけど、まあ、走りの部分にもそれが現れているということで、まあ、軽量化もちろん低重心化も図られたということでね、走りの部分も非常に磨きがかかっているというふうな話を聞いております。まあね、ちょっとね展示してあるだけじゃそれは分からないんですけど、まあね、走りの方もいつかねインプレッションできたらいいなと思います。土屋さん、テリーさんどうでしょうか。はい、というわけでねリア周りの方なんですけど、まあね、最近のレクサスね後ろのねデザインこういった形でね、このレクサスのねブランドのエンブレムがねこちら入っておりますということで、かなりなんか、まあ、近未来感あるというかね、直線的なねライトになっていて、なんかこういう風なデザインをしている車って割とねノペットしちゃうかなと思うんですけど、全然こう実際に見てみるとそんなことなくて、このボディのラインの美しさ、ここからこう流れるようにね降りてきて、この造形が非常に綺麗だなっていうような印象がありますね。そしてこの車はハイブリッドで 4WD ですね。はい、ここいいですね。ここのデザイン、このピラーから降りてくるところのデザインが流れる、これ全部ガラスですか、もしかして。これすごいですね。なんかさりげなく今気がつきましたけど、はい、さあそして、まあ、せっかくなんでね中の方も見ていきたいと思います。よいしょ、お失礼します。よいしょよいしょよいしょ、さあ中に座ってみましたけれども、まずねこれ気になったのがこのナビというかこのディスプレイのところなんですけど、今まで の車、僕が知ってるね車、高級車じゃないとないですけど、なんか全体的にねこの位置がこう降りてきたっていうところで、目線がね意外と下に下げないのかなっていけないような気がするんですけど、意外とそんなことなくて、非常にね見やすいですし、視認性も非常にいいです。ここにあれなんですね、パワーのボタンもあって、それなんかちょっと意外ですね。なんか割と、ね、低い位置にあるようなイメージあります。結構高い位置にあるんですね。であとは、この、ね、シフトノブのデザインもかなりスタイリッシュというか、ね、僕的にはこれどうやって操作する、これ慣れれば問題ないと思いますけど、ね、これね今こうやって動かすんですね、はい、まあ、最近の車あるあるというか、はい、そしてこれね充電ケーブルも USB-C が、ね、2ポートあるということで、まあね、最近ねだんだんねタイプ C のねポートが増えてきましたけど、あとはそうですね、まあ、気になることといえば、まあ、このねステアリングもかなり今デザイン的にはねスタイリッシュですし、このパドルシフトのね造形綺麗ですね。これここの僕このデザインすごく好きです。なんか割とねこのまま上にせり出すタイプ、割とパドルシフト多い気がするんですけど、このね横にうにょってしてるこの雰囲気、僕はとても好きです。そして、ね、やっぱりね高級車ですね。このバックミラーは完全にカメラがついていて、そのカメラの映像を映し出しているこれね夜とかね視認性も良くてすごくいいですよね。いや、そしてねやっぱりねレクサスねパワーシートですね。
一番気になったなっていうポイントはあそこの後ろのねあのピラーのところの流線形のねあのウィンドウのデザインからそのままピューッと後ろに流しているところ、そこがすごく綺麗でとてもお気に入りです。はい、というわけで新型の RX、はい、見てきましたけれども、はい、あの今年の、ね、秋から発売開始ということで、まあ、アナウンスもされていますので、非常に、ね、あの今から、ね、あの日本中の、ね、世界中の街を走るこの新型 RX 非常に楽しみです。さあ、そしてですね、なんとこちらね、ちらっとね、もしかしたら映ってたかもしれないですけど、 RZ そして NX、LX もあるということでね、ちょっとね見ていきたいと思います、せっかくなので。間近で RZ は初めて見ましたけど、やっぱりね電気自動車なんで、このねフロントのねこのスピンドルボディの部分も、ここもね本来だったらねあのダクトがあっちにねある通りダクトがあったりする場所ですけど、ここはね黒塗りにされててね、非常にデザイン重視されてるなっていうところで、割とねこれ色そのまま塗っちゃうとのぺっとする気がするんですよ、平坦になっちゃうんで。でもそれを感じさせないこのデザイン、すごくかっこいいですよね。おお、まあね、写真では見たことあったんですけど、このステアリングのデザインすごくないですか。なかなかねやっぱりこう普通ねあのハンドルぐるぐる回すので、丸型のねステアリングってほとんどだと思う、丸型とか D 型とかね。でもこのハンドルレーシングカーみたいなハンドルしてますよね、すごい。でもこれどうやって操作するんですかね、ちょっとこの操作性気になりますけどね、いつかちょっと乗る機会があったらいろいろ試してみたいなと思います。そしてねこのディスプレイのところもね RX と同じですね。本革じゃなくちょっとアルカンターラチックなシートなんですね。これも非常にかっこいいし、まあ、電気自動車だからなのかちょっとねあの雰囲気もちょっとエコな感じというかクリーンなイメージの色使い、これね非常になんかおしゃれでかっこいいなと思います。そしてリアを見てみると、やっぱりリアのデザインもあのかなりね攻めたデザインじゃないですか。なんか高級車なんですけどかっこよさがあるというか、上品というかかっこいいっていうイメージがすごく個人的にはあって、まあ、さらにねこのダイレクト4っていうのがこのレクサスの、まあ、電気自動車の駆動システムの名称ということで、まあ、これもねかなりあの開発には苦労があったというふうにお伺いしてて、ぜひねあのこういった走りの部分はぜひ土屋さんに乗っていただいてね、インプレッションしていただけたら嬉しいなと思います。土屋さん乗ってみたいですか。そう、あとさっきそういえば気になったことがあって、これドア開けるじゃないですか、これ内側からドア開けるとききっとねデザインを重視してると思うんですけど、ここにねドアを開けるドアノブが、ノブっていうんですかね、はい、ついてますよね。ここで開けることができるということで、こう何気なくねこうついてると、あのなんていうんですか、ドア開けるところって結構デザイン的にはやっぱりどうしても主張するじゃないですか。その主張がないっていうのはスタイリッシュになってて、僕的にはおしゃれでかっこいいなっていうイメージがすごくありますね。皆さん LX です。コンセプトは砂漠でタキシードということで、なかなかね砂漠でタキシードを着て乗ってる姿ってねイメージつかないと思うんですけど、まあね、どこに行っても必ず帰れる、まあ、車っていうのをあの想定されながら作られているのかなっていうイメージがありますよね。ちょっとねいろいろお話もねお伺いすることあったんですけど、ドアノブもあのデザインを重視するんだったらない方がいいんじゃないかっていうお話もねあの質問してみたんですけど、でもやっぱりこうもし凍った場所に行った時にドアノブが使えなくなってしまったらっていうふうに考えると、まあ、普通にドアノブがあった方がいいっていうことで、あ、なるほどと、まあ、車両のねコンセプトにあってやっぱりデザインされてるなっていうところは非常にありましたよね。やっぱりあ、ドアが重いです。あの普通の車のドアの多分 2倍 2.5 倍ぐらい重いです。そして内装、ここねステップあるでね車高高いですけど楽々乗れます。よいしょ、失礼します。よいしょ、すいません、あ、でもこれがねやっぱりこう今までのレクサスのイメージのあるナビというかディスプレイのところですよね。いやでもね高級感がすごくありますね。もう全部革ですし、このオレンジの革も主張が強いような気はするんですけど、でもすごく気になるほどの強さはないですよね。色にすごくおしゃれで、そしてねこれあの助手席に人が乗らないとき、後ろにしか人が2人しか乗らないときはこの助手席の後ろのシートがあの一番ねあの VIP のような形で座れるっていう風にお聞きしました。はい、さあというわけで新型 RX の発表会にですねお邪魔させていただきました。実はですね今日もう1台あると
ということで、次の車にも行ってみたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。番組もぜひ見てください。クックスチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録